キルアに会うまで、それまでは絶対に帰らない。それではこちらへどうぞ。さあどうぞ。彼はシークワンと忠告しといてやるよ。諦めてとっとと帰りな。ゼブロから試しのもんのこと聞いてんだろ。あの時俺がそばにいたら絶対にキルアを止めたのに。短期間でも訓練次第では不可能ではない。どうです、寝る時以外はいてください。慣れたら徐々に重くします。交代の時間はとうに過ぎてるんだがな。すみません、悪いやつじゃない。キル、少し来てる。また余計なこと。今まで黙っていたのか。あいつは必ずここまでたどり着く。しかしまあ、まだ特訓は始まったばかりだ。頑張ればなんとかなる。その仲間が大切な友達に会いたがっている。最後まで手を貸すのは当然だろう。最大限の力を両方の扉同時に与えないと扉は開かねえんだよ。動いたぜ。わかった。相変わらず不愛想なやつ。行くぜクラピカ。よし押そう。ゼブロさん、シークワントさん、お世話になりました。本当にありがとう。さよなら。たった一人の羊見習いに全滅させられたんだぜ。やってほど思い知らされたからな。他の者を近づけてはなりません。友達など無用なもの。分かってるわね。羊室が入ることを許したわけではないでしょう。じゃあどうしたら許可がもらえるの。友達だって言ってないでくれないのにさ。さあ、何度来ても無駄よ。絶対にここは通さない。できたんだ。え、友達。もう来ないで。キルアに会いに来ただけなのに、なんでこんなにならないんだ。もう足入ってるよ。助けてあげて。まるで私たちがキルをいじめてたみたい。ごめんな。ただいま。おかえり。どうだった。別に。あ、まだなんか用か。お前さっきアンポ使っただろ。安保？流星街は何を捨てても許される場所だから、マフィアとか幻影旅団の団員とかには。歩行速度に緩急をつけて残像を見せているんだ。なるほど。出て行きなさい。なんだお前は。断りなく立ち入ることはまかり通りません。まだやりますか。これだけ倒しても息一つ乱れていないと。お前もゾルディック家の一人なのか。無駄だと言ってるでしょ。何。もう助けろ。申し訳ありません。申し訳ありません。大丈夫なの。気絶しているだけだ。起きな。やっぱわかる。ミルキー、三人に手を出したら殺すぜ。キルは自分のしたことを反省し自ら戻ってきました。もうその辺にしておけ。ミル、もう行っていいぞ。だいたいじいちゃんはキルアに甘すぎるんだよ。あいつは特別だから。要するにあいつは弱虫なんだよ、精神的にさ。そういう。まだしばらくこの町にいます。キルアに伝えてください。あなたたち、キルアの友達だよ。友達。きっと彼女が責任を取らされるような気がするから。私が羊室まで案内するわ。どんな連中だ。一緒にいると楽しいよ。試験はどうだった。簡単だったよ。私に何の断りもなく。あら、あったらパパとばかり楽しそうに。友達に会いたいか。遠慮することはない。正直に言え。思えばお前と親子として話をしたことなど一つだけ誓え。絶対に仲間を裏切るな。誓うよ。裏切らない。絶対に。あきるなんて冷たい目ができるようになった。いつか必ず戻ってくる。
あいつは俺の子だから。せっかくキルが戻ったというのに、うちの人ってまた家出を許しちゃったのよ。お父様もお父様よ、あの子だけは手放したくないの。私はキルア様のお友達をお連れしただけですから。キルア様、お待ちしておりました。申し訳ありません、キルア様。あなた方を正式な客人として迎えるように申し付けられました。これでよろしいでしょうか。キルア様がこちらへ向かっておいでです。ええ、もうしばらくお待ちください。左手ご名答。次はもっと早く行きますよ。キルア様は生まれた時から僭越ながら親にも情を抱いて、キルア様を奪おうとしているお前らが、キルア様が来るまでに結論を出す。これが俺のやり方でお前らを判断する。文句は言わせねえ。てめえらはギリギリのとこで生かされの問いにだけバカみてえに答えてろ。一人アウト。どっち？俺は左手。当たりは左手。え、そうか。血を抜いて腫れを。たく、いつまで待たせる気だよ。さあ、誰が持ってる？後ろの、こっちの人でしょ。素晴らしい。ゴンはまだか？少しゲームにお付き合いいただいたもので。ゲーム？ですが、少し悪ふざけが過ぎました。お袋に何を言われてもついてくんなよ。承知しました。行ってらっしゃいませ。ゴン、行こうぜ。世の中正しいことばかりではありません。お気をつけて。キルア様をよろしくお願いいたします。こういうことだろう。左手でしょ。なんで？ゴトはコインを2枚持って袖の中へ落とす。残ったのは右手のコインというわけだ。腹立つ。観光ビザなんてなくてもずっと外国滞在できるんだぜ。俺たちもそう言った。このプレートを密かに顔面パンチのおまけ付きで叩き返せ。絶対ハンターライセンスは使わない。密かに何を言われた？雲について。雲についていいことを教え。それで講習後に密かに問いただした。9月1日ヨークシンシティで待ってる。世界で一番金の集まる場所だ。そこへ旅団の奴らも来るのか？オークションに参加するためには金も必要だしな。本格的なハンターとして雇い主を探す。9月1日ヨークシンシティで。そんなんで人を殴れると思ってんの？10年経っても無理だっつーの。ちょっとムカつく。じゃあキルアはどこなのさ？俺か？俺って謙虚。それに強いやつほど強さを隠すのもうまいからな。あんまりこれに頼るのもよくねえよ。天空闘技場さ。天空？すぐに天空闘技場へ行こう。うん。ミトさん、おばあちゃん、元気ですか？俺は変わらず元気です。合格しました。すごい行列だね。これ全部闘技場の参加者なんだ。ゴンフリークス様は2055番。1階闘技場では。え、キルは来たことあるの？ああ、6歳の頃かな。無一文の親父に放り込まれ200階まで行って帰ってこい。お前試しの門クリアしたんだろ。じゃあさ、逃げるなら今のうちだぜ。遊びじゃねえんだぜ。ただ思いっきり押してみろよ。ただ思いっきり。そう、君は一度200階まで登ってるね。今の動きも素晴らしかった。なんでそう？100階をクリアすれば専用の個室を用意してもらえるらしいですよ。自分なんかまだまだっす。ちなみにお二人の流派は何すか？師範代、またシャツが。あ、ごめんごめん。ここに来るくらいだからそれなりの腕なんだろうけど、相手と自分相互の体を気遣うようにね。勝てば50階クラスなら5万はもらえるぜ。5万か、結構もらえるっすね。2億ぐらい貯まってたかな。よく。そのお金は4年前だぜ。全部お菓子代に消えたって。キルアさん、声でかいっす。2054番、キルア様。お、あんなにはっきり言わなかったっていいのに。2人とも初戦で素晴らしい戦いを披露。投票の結果、倍率ではズッポ優勢。やばいっす、キルアさん怒ってるっす。はっ、悪いな。150回くらいまではこの手刀1本でいくつもり。ダウン5は1ポイントを与えられ、合計これをやるしか。さあ、気を取り直して再開していただきましょう。キルア、こっちこっち。6万ももらっちゃった。結局倒すことはできなかったんだ。あいつが構えを変えた。兄貴と同じ嫌な感じがしたんだ。勝ち気は悪いことではない。だがお前の目標は遥か先にあるのだろう。この塔の最上階。最上階を目指す。うん。実は俺最初からそのつもりだったんだけど。今日のキルアと押し出したゴン、果たして2人の快進撃はどこまで続くのでしょうか。100階の壁があるんだ。100階を境に
待遇が良くなるだろう。このクラスを死守しようとする。ファイトマネーは指定口座に振り込みました。キルアがすごく嫌な感じがしたっていう。レンって一体何なんだろうね。天を知り、絶を覚え、錬を得て初に至る。これすべて錬の修行す。兄貴の強さの秘密にもつながる。君の兄さんも錬を使うわけか。俺も下手に我流で覚えようとはしないよ。